です、そうです。ドラマのロケとかも使う。もうよくあの人が走りながら。でもあれ、フジカムがあれやるんだソニーなのデジカメのやつがすごい。ソニーなの X なんぼとか、今割合普通なんだけど、あれのヘブレ補正ってすごいのよ。ステディカムみたいな。そうなんすか。ちょっと見物。このヘブレ補正あっちの方がまだ簡単なんですけど、それでもね、本当にもうバランスを取って、で、こうやって、またこうやって持ってで、時々ずれるから、定期的にちょっと修正してやらないと、ずれてくる。あれとかみたいな、ね、NHK はなんだっけ、世界なんとか散歩とかあるの、あるだよ、ハイビジョンなんでね。もうこれを見たらステディ感がものすごく欲しくなるわけですよ。NHK のハイビジョンのやつでハイビジョンカメラをステディ感でやって、ただひたすらずーっと散歩してるんだけど、ものすごいのよ、それ、ステディが。まあ、NHK にしかできねえな、それ。そう。あれ、なんだっけ、世界なんとか散歩だったかな、タイトル忘れてたけど、時々録画して見てるけど、すごい。全然さ、揺れてないとか意識したことなかった。だって揺れてないんですよ。そうですよね。揺れるってこと自体忘れて見てるから。ステディカムのやつは揺れてないっていうか、少し揺れてる。なんかこう運河を渡るような感じ。あれの映像ってすごいですね。あれ見たらやりたくなるもんね。裏技でから三脚をばらしてステディカムみたいにするやつが YouTube に載ったんですけど、あれもなかなかかっこよかった。そうそう、X5V か。あ、個人で買える値段じゃないんですか。2万円ちょっと。安い。どれぐらいだ。買っても多分使い倒さない。あ、そうです。毎日ユーストやんないと もったいないです。いや、でもそれが例えば20万とか80万とかだったら、はい、2万円くらいだったら、まあ、持ってたら僕は猫釣りやりますから、映してくれます。自分のカメラとかできないです。猫ね、公園にいる野良猫を、猫じゃらしのネズミの水分にあるあれを、あと釣り竿にリールつけて先に結んで、猫釣りって本当に猫釣るの？針がついてない猫のぬいぐるみで投げる、10メーターで、こうして巻いてたら猫が食いついてくるんです。で、1回糸切られたんですね。一応2時間引っ張ってくらいでお願いします。2回、1回目は大丈夫やったけど、2回目が糸切られた。で、ぬいぐるみ持ってかれた。じゃあ頑張って。それがツイキャス、僕のツイキャスのアーカイブの中にある。ちょっと猫釣り見て。出会い待ち合う。あ、そう。あれすごいっすね。こっちいるよ、こっち。そうだ、世界ふれあい街ある。あの番組俺すごい好きなの。いつもね、毎週見てないけど、特別に見てる。テレビが見れないですよ、なかなか。なんで？なんかほとんどなんか会社に泊まってる感じ。会社に泊まる。会社に泊まってる。忙しいの？そうですね、毎回。俺なんかむちゃくちゃ見れるわ、暇だから。そんなじゃ朝から晩まで。会社に泊まれるし、旅に嫌な気持ちになるんだけどね。勢いしたからね。だって池森さんなんか震災が終わってご飯食べて、それからまた戻ってるからね、FM に。あ、年末とかなってるね、忙しい時だからね。なんかシャワーとか浴びないですか。どうしてるんですか、ね、その辺は。なもんない。そうなんです。うち帰れない。いや、帰ります。帰る。着替えに。
この前の猫釣りは面白かった。またしょ。今度は釣り具をちょっとバージョンアップして、レアなリールとか竿とかを、この前いや、そうじゃなくて僕が釣り竿と本当に使う釣り竿と魚釣りのリールと、あと猫じゃらしの海なんだぬいぐるみとか使って公園で猫釣りしたんですよ。だから1回目はかかってから、あれやったら2回目が糸ぶち切られてるんですよ。もうね、もう俺さっきねハートを捕まえたな、これ見て写真撮っちゃったはいはいはい、こっちは長くていいよ、これいいでしょ、すごいですね、あれいいでしょ、俺の顔つけてる、ウニが乗ってるんだよ。ウニ乗せなんだよね、みんな一個ずつ早いもん勝ちっすよ。早いもん勝ちじゃねえよ、そんなもんだやつもないだよね、あ、確か、はい、あと1個だよ、どうもダジョさん、その余裕のかまし方がもう、いやいっぱいこうやって食べる、先に注意しといた方がいいっすよ、ウニと、あなるほどこの感触よ、欲しかそっちか冷やってしまう、さやか様、ついに私キスをすることが、うん、これは贅沢、うまい、ウニチューしたわ、美味しかったわだし、ずいぶんやってないから、はい、ずいぶんやってない こんな感触なのかなずいぶんやってないよ、あそうですねそうだろうね、感触的に蒸しウニじゃないですか、そうだねもしこれがキスの感触だったら俺だいぶ忘れてる相当忘れてる気がするいや、贅沢な焼きおにぎりだねこれ、美味しいけどさ、ウニめちゃめちゃ乗ってますよね、こんな美味しいもん食べて割り勘だろ、頼んだもんが来たよね、こんなもんだし、ちょっと
と嬉しかった。リンさんいつも優しいなって言いました。でね、どうぞ、お部屋に。どうぞ、お部屋に。CM 採用された方に、おめでとうございます。なんかもらっちゃったって採用された CM で、ありがとうございます。やめてます。やめてます。何の時間もない。いや、あの、つい先日メールしたばっかりなんで。なんだっけね、あれ。なんかやることがあったんだけどね。なんか CD。なんか指示を出すから、とりあえずメール、欲しい人はメールくれ。だから、今度は次。封筒に切手を貼って、それとあと返信用の封筒を送って、それで頑張ってください。いくらかは忘れました。いや、もしないんだったら俺のとこ、まあ、朝原さんに、だってあれなら俺のとこ、ちょうど今、あのていうか、今更派遣指示聞いてもね。いや、あの、過去からずっと聞いて、今、あの、フィービー田中さんが連絡してた。フィービー田中さん。フィービー田中さんなんだ。フィービー田中さんなんだ。なんか俺が日経2000みたいな感じ。いやいやいや。ハワイで陽気ななんか日本人向けのガイドやってた。それはフィベラーになったぐらいのところ。そう。割って意外とないでしょ。一番高かったのがウニ。焼きおにぎりですね。みんな、一緒に割ってもらっていいよ。もしあれだったら、キムさんだけちょっとしてもらって。はい。これ、平均ついてやってます。4、6、じゃあ、8で割って、余りをキムさんに請求でもらって。ああ、そうですね。ね。そしたら、ありゃ。いや、そこ、あれ携帯どこ、いろいろ考えてる間にずっと今スタッフの人が後ろでイライラしながら立ってるよ。さやか様が、さやか様が、これ山口ないです。山口だったらどこだ。文豪水道。文豪水道じゃないですか。あら、関門海峡。文豪水道だったら大分、四国のあっちじゃなかったっけ。まあまあ。なんか近いイメージがすごいあるんですけど。そうですね、近いの近い。普通にテレビでも福岡の音、普通に入りますし。山口。え？1人2800円です。あら、1400円ですか。いいんじゃないだって、だいぶ遅れてきたよ。
すいません、でかいけど、はい、いきなりっすか、もうそれ一番最後だよ、それ、うん、一番最後、うん、まずジャスト小銭があるやつから、じゃあ5000円、2800円だった、2800円、申し訳ないですけども、あー、すみません、もうこれで割って、でもらって、あー、そうですね、そしたら、いや、違う、いや、これをするとわけわからんなんだ、だから俺は一応、お切り銭をいっぱい用意したから、5000円くらいですよね。たら、何本だったらいいか。2800円で、2000円、3000円で2200円。はい、ちょっと待って。はい、最後にしよう。はい。はい。はい。楽しい時はすぐ過ぎていくものです。はい。で、大きいのしかないの、すいませんまだ続きますよ、そんなに考えなくても両替してもらうかすればすぐ済むから、はい、500円あるよ、ほら、はい、で、はい、完成ね、で、あとは1万円なの、あ、何でですか、3000円でいい、200円だけ、ふざけんなさ2000円でやってくれの、はい、はい、次、あ、はい、で、はい、すいません、5000円しかないです、で、これだから、それで一回払ってお釣りをもらってみる、ああ、それでもいいです、一応ね、さやかさんがイライラしてるから、あ、はい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 、さやかさん、はいはい、はい、もう、あ、すいません、はい、さやか様、さやか様、とりあえず飲ませたらすみません、飲ませて、あー、いやいや、はい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 、どうぞ、あ、時計見た、あ、一次会です、はい、カモさん、はい、一次会です、写真いいですか、そう、休みの、え、あ、そう、休みの、あ、はい、年度末、ある程度落ち着いてきたので、あ、そうですね、運よく、大変そう、みんな撮りましょう、みんなで撮りましょう、休みの、もうなんかものすごくさっきから怒られてるよね。写真を撮るのにものすごくさっきから怒られてるな。ほら。お釣りもらわないと。だから。いや、怒られやすいよ、ね。そう、ね、まあ、出ようにもまだ送りも来てないし、ね、それでまたお願いあるんですけど、あ、今日は数分間やりますよ、はい、了解しなきゃいけない、え、あ、ありがとう、はい、大丈夫、これ取れないでしょ、そっちかと思ったけど、あ、はい、皆さん注文、はい、はい、向こうも、こちらです、こちらです、はい、2なってないし、もうちょっと押しましょう、もう、はい、深く押しましょう、はい、なりません。取れてる。あ、取れてます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんか持ってきましたね。
お賽銭みたいな。お賽銭って。じゃあどうも皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。終了ということで。はい。また。小松菜1号は完全だぞ。じゃあ、移動します。行きましょう。そのまま行く。そうですよ。いいえ、どうも、はい、また来ます。 iPhone でどれでもできますか？ iPhone なんですね。そうですよ。さやか様、はい。よくわかった。ありがとうございます。どうも。はい。よし、では、よろしくお願いします。二次会。俺帰ろうかな。いや、この後あるから。あ、あるから。いやいや、もう夜が引き止めません。はい。じゃあ俺はもうちょっと。あ、はい。おせいぼさんは。じゃあ帰って。じゃあ、あ、いいと。あ、はい。あ、そう、小倉に帰らなきゃね。はい。じゃあちょっと俺がお先に。はい。じゃあどうも。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。また。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい。はい。すげえ。じゃあちょっと先帰る。はい。じゃあ